皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語防災ポスターを作ろうの2、3時間目の内容です。今日の課題は、テーマに沿って資料を調べて整理しようです。教科書は54ページです。まず、1時間目に決めたテーマを確認しましょう。それから調べる方法を考えましょう。ここで動画を止めてノートに書きましょう。時間の目安は5分です。書けましたか？それでは、ゴールのイメージを確認していきましょう。一つ目は、誰に対して伝えたいか。二つ目は、災害が起きる前か、災害が起きてからか。三つ目は、その情報でどんなことが防げるか。この三つを意識して、図書館やインターネットで必要な情報を集めましょう。では、ここで動画を止めます。情報が集められたら、動画を再開してください。資料や情報は集められましたか？次の時間は、集めた情報を効果的に活用できるよう、割り付けの方法を学習しましょう。これで、茨城オンラインスタディ小学校6年生の国語防災ポスターを作ろうに3時間目の授業を終わりにします。